ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。今日はとうとう全種類ゴーレム VS 敵モブをやっていくよ。やっとこの日が来たんだぜ。楽しみすぎて夜しか眠れなかったんだぜ。それは大変。ん？それ正常じゃん。バレたんだぜ。それじゃあ早速やっていくよ。おうだぜ。ネオスキッズ TV 到着。ここで勝負をしていくよ。ザ・闘技場って感じなんだぜ。まずは荷物の整理しよう。やばい。爆発したんだぜ。危なかった。ゴーレムさんたちは無事みたいだね。とりあえず準備始めよっか。おうだぜ。敵モブは略奪者でいっか。ゾンビとかスケルトンにしないのかだぜ。ゾンビとかスケルトンだと明るくなったら燃えちゃうからダメなの。なるほどだぜ。じゃあ次はどっか行かないように出入り口を塞いでいくよ。これで完了。オイラたちも出入りできなくなっちゃったんだぜ。ご心配なく、ちゃんと道は作るよ。でもその前にまずは、ここら辺かな。何してるんだぜ。まあ見てて見てて。ここに階段を作っていくよ。まだよくわからないんだぜ。ここにブロックを置けば。あれ、おかしいな。何やってるんだぜ。もう一回、えい。こうやってターコたちは登れて、敵は登ってこれない階段の出来上がりだよ。なるほどだぜ。そしてお次はここをもうちょっと高くしようかな。よし、これで大丈夫かな。もうそろそろ寝た方がいいんだぜ。だねだね。モンスターが近くにいるから寝れないって。少し遠くに行ってみるんだぜ。ここだぜ。おお、寝れたね。まさかの雨だぜ。勝負の日なのに、ついてないね。やんだんだぜ。はや。よし、じゃあここにゴーレムさんたちを召喚していくよ。なんでここに召喚するんだぜ。襲撃者とゴーレムさんを一緒に召喚したら、すぐバトル始めちゃうから、ここに待機させて一気に解放するの。なるほどだぜ。あ、ミスった。何やってるんだぜ。この中入って。行っちゃった。ま、行った。切り替え早いんだぜ。よーし、どんどん召喚していくよ。よし、これで準備完了。すごい迫力なんだぜ。次は敵モブの襲撃者を召喚していくんだぜ。いけいけ。間違えた。逃げるんだぜ。やめて。この上に登るんだぜ。巻いたかな。あ、ゴーレムさんたちが助けてくれてる。さすが村の守護神だぜ。いけいけ。よし、残りも召喚していこう。次は慎重に召喚するんだぜ。任せて任せて。全然慎重じゃないんだぜ。あと少し。よし、終わり。あとはゴーレムさんたちを解放するだけだね。オイラワクワクしてきたんだぜ。よし、それじゃあ行くよ。ゴーレムさん、ゴーゴー。出てこないんだぜ。あれ、おかしいな。おーい、ゴーレムさんたち、出てきてよ。お、ちょっとずつ出てきたんだぜ。タコの思いが届いたんだね。おお、いけいけだぜ。うわったぜ。逃げるんだぜ。あれ、襲ってこないね。ちょっと近づいてみよう。気をつけるんだぜ。おーい、襲ってこないの？本当に襲ってこないみたいだぜ。こんな襲撃者もいるのか。襲撃者だからといって悪い人って決めつけちゃダメだね。これは絶対ゲームのバグなんだぜ。そんなことないもん。それにしてもすごい戦いだったね。すごかったんだぜ。犬ガンマンはお気に入りのゴーレムさんはいた？
なかなか迷うんだぜ。そしたら今から好きなゴーレムさんベスト3を決めようよ。オッケーだぜ。ねえ犬ガンマ、まだ決まらないの？もう少しで決まるんだぜ。だぜ。まだ決まらないの？決まったんだぜ。もう待ちくたびれたよ。まあでも決まったってことで、まずは3位だね。そうだぜ、オイラの第3位はだぜ、金のゴーレムだぜ。それか、確かにかっこいいよね。ターコの3位はね、スポンジゴーレムさん。なるほどだぜ、スポンジゴーレムの吸収力はすごかったんだぜ。だよねだよね。続いてオイラの第2位はだぜ、エメラルドのゴーレムだぜ。エメラルドゴールドさんもピカピカしてかっこいいよね。あのゴーレムさんいれば村人と交易し放題なんだぜ。ターコの第2位はね、アイスゴーレムさん。あの水を凍らせるゴーレムだぜ。そうそう、うまくいったら海も渡れちゃうんだよ。すごすぎるんだぜ。いよいよオイラの1位の発表だぜ。イヌガンマンの1位なんだろう。オイラの1位はだぜ、ダイヤモンドゴーレムだぜ。またまたピカピカしたゴーレムだ。ん？金にエメラルドにダイヤモンド、これってお金持ちになれるからとかじゃないよね。そんなわけないんだぜ、見た目がかっこいいから選んだんだぜ。それならいいけど。うまく騙せたんだぜ。それじゃあ次はターコの1位発表するね。おうだぜ。ターコの選んだ1位のゴーレムさんはスライムゴーレムさん。あのぴょんぴょん跳ねてたゴーレムだぜ。そうそう、他のゴーレムさんと違ってプニプニした感じが可愛いよね。あれは可愛いのかだぜ。可愛いよ。ターコの感覚はよくわからないんだぜ。やっぱしバッチし決まったぜ。はっきり言って面白いね。わあ楽しかった。まさか襲撃者が飛んでくるとは思わなかったんだぜ。本当だよね。それにしてもスライムゴーレムさん本当に可愛かったな。もう一回見に行っちゃおう。オイラもダイヤモンドゴーレムを見に行ってくるんだぜ。ネオスキッズ TV、今日のゲームはこれだよ。マインクラフトゴーレムプラスだぜ。このモードはマーケットプレイスにあるからチェックしてみてね。みんなもゴーレム VS 敵モブをやってみるんだぜ。ターコだよ。犬ガンマンだぜ。お小遣いもらっちゃったぜ。いいの？お手伝いしたんだから当然だぜ。何に使うの？後でお菓子買ってくるぜ。へえ、一人で買い物できるんだ。え、ターコしたことないぜ。ないよ。お年玉とかどうしてるんだぜ。ずっと貯めてるよ。経済回していこうぜ。へえ、お買い物の仕方わからないし。お使い頼まれたらどうするんだぜ。今のところないから大丈夫だよ。いい年こいてダメだぜ。今すぐこれやるぜ。あ、しーちゃんだ。クレヨンしんちゃん、お手伝い大作戦。お買い物があるから練習するぜ。あった、これだ。これでしっかり練習するぜ。スタート。オッケー。ミサイからお願いされたぜ。やれやれ、アクション仮面。アクション仮面も手伝ってくれるんだ。醤油を探すみたいだぜ。どこかな。あ、チョコビー。何やってるぜ。あー、ついつい。ターコは無駄遣い多そうだぜ。
ピーマンとキャベツだぜ。あ、あった、これだ。ピーマン通り過ぎてるぜ。これだ。またやってるぜ。経済回していこうよ。やることやったら回すぜ。まずキャベツ。そんでピーマン。納豆、人参、チョコビだぜ。あ、チョコビだ。やっと買えるんだぜ。人参でしょ？納豆あった。あとは待望のチョコビだぜ。三つも来た。一つだけ？余計なものは買わないんだぜ。とりあえずやったね。お会計だね。かわいいお姉さんだぜ。無視されてる。レジも自分で通してるぜ。あれ？これはやらないの？普通はお店の人がやるんだぜ。まあいいや、全部やったろ。こうやって見ると結構買ってたぜ。最後はチョコビー。チョコビ大好きだぜ。あー、お金の計算だ。これができたら買い物できるぜ。しかもぴったり出さなきゃなんだね。1000円出してお釣りじゃダメだぜ。まず1円を9枚。お、いい感じだぜ。9円。なんか怖いぜ。早く900円出すぜ。これが500円。いいぜ、いいぜ。これだ。褒められてるぜ。いやー、それほどでも。レジのお姉さんからご褒美もらった。 UFO キャッチャーだぜ。カンタムロボだ。絶対取ってやる。行けー。行きそうだぜ。おーおーだぜ。取れた。すごいぜ。お使いもできたし完璧じゃん。ターコも一人で買い物行けるぜ。次は自分のものを買う練習だぜ。お菓子買いに行けるんだ。好きなものを買えるんだぜ。やったー。あー、遠足なんだね。問題は金額だぜ。あー、好きなだけ買えるわけじゃないんだ。カーコには制限が必要だぜ。370円だぜ。よーし、いっぱい買ってやる。制限あるって聞いてたぜ。これでしょ？ちゃんと値段見るんだぜ。選べない。あとはこれと。あれ、チョコビないじゃん。値段見てると思ったらチョコビ待ちだぜ。これも一個。同じのたくさん持ってくるタイプだぜ。これももう一個。やっぱり。チョコビあった。こ
これでオッケー。お金足りるぜ。どうかな。あ、やっぱりダメだぜ。嘘。値段ちゃんと見るんだぜ。今度こそはまずチョコビ。怖いくらい早いぜ。あとはこれでしょ。またそのグミ買ってるぜ。そんでこれ、さっきと一緒だぜ。あと70円分のはずだから、これ今回は大丈夫でしょう。そうだぜ。ドキドキ。お見事だぜ。あー、また数えないと。ぴったりだぜ。まずは70円からっと、あとは100円3つを。おー、完璧だぜ。ミサイに褒められた。やっぱしバッチシ決まったぜ。はっきり言って面白いね。もう買い物は完璧だぜ。任せてよって感じ。調子がいいぜ。なんか買いに行くのかしら。猫夫人、お菓子を買いに行くんだぜ。お小遣いもらったんだって。あ、そしたらなんだぜ。ついでにお使い頼もうかしら。いいね、ちょうど練習してたし。いいぜ。これよ。え、これメモびっしりだぜ。あら、できるわよね。思ってたのと違うぜ。犬我慢、逃げよう。ちょっと、経済回すわよ。今日遊んだのはこれだよ。クレヨンしんちゃん、お手伝い大作戦。あ、そういえば今からゲームのイベントの時間だぜ。ちょっと犬我慢、歩きスマホなんてしたらダメだよ。ちょっとくらい大丈夫なんだぜ。ダメったらダメなの。このスマホは没収ね。そんなだぜ。ターコ、いい加減オイラのスマホ返してくれだぜ。このゲームをやって歩きスマホの危険さを知ったら返してあげる。しょうがないからやってやるんだぜ。ネオスキッズ TV。 まずは普通の一本道だよ。こんなの余裕なんだぜ。一発クリアだぜ。でもフラフラしてたよ。気のせいだぜ。次はバナナの皮が落ちてるね。こんなの簡単に避けていけるんだぜ。ほら、余裕なんだぜ。それでも歩きスマホはいけないんだからね。次はトランポリンだ。こんなの普通道にないんだぜ。うわ、危なかったんだぜ。スマホ持ってなかったらちゃんと避けれたはずだよ。むしろ乗りに行くと思うんだぜ。確かに人が出てきたから気をつけるんだよ。今のオイラなら余裕だぜ。ああ、ぶつかった。しかも落ちていっちゃったんだぜ。これで歩きスマホの危険性わかったでしょ。わかったんだぜ。でもこのゲームは面白いから続けてやるんだぜ。バナナの皮が3つもある。バナナ食べ過ぎなんだぜ。ああ、落ちちゃった。もっと慎重に行ってみるんだぜ。ここで止まって行くんだぜ。止まって行くんだぜ。おお、いいねいいね。トランポリンが4つもある。橋を歩いていくんだぜ。うわー、乗っちゃったんだぜ。すごい、ぴょんぴょんしてる。あ、ゴールしたんだぜ。それでゴールできるんかい。なんかバス停っぽいね。これは難しそうなんだぜ。ちょっとずつ行くんだぜ。 あ、ぶつかった。もう一人にもぶつかった。落ちちゃったんだぜ。今度はもうちょっと大回りしていくんだぜ。お、いけそうだね。ゴールだぜ。マンホール開いてたら普通に危ないね。あ、落ちたんだぜ。道が狭すぎるんだぜ。今度こそ。また落ちたんだぜ。
ターコもやってみるんだぜ。こういうのは勢いも大事だよね。 あ、勢いつけすぎなんだぜ。やっぱり慎重に行かなくちゃね。さっきと言ってることが違うんだぜ。ゴールド！ナイスだぜ。あ、歩いてる人いるね。電柱にぶつかってるんだぜ。やっぱり歩きスマホは危ないね。あ、ターコも電柱にぶつかった。落ちていったんだぜ。今度こそ通り過ぎるのを待って、今だ。また落ちたんだぜ。もっと慎重に行かなくちゃいけないのか。なんかまた落ちる気がするんだぜ。あ、ゴールした。すごいあっけなくゴールしたんだぜ。クマ出てきた。なんか怖いんだぜ。逃げろ。すごい追いかけてくる。止まってみよう。普通にぶつかってきたんだぜ。あのクマ何だったんだろう。ゴールしてもぶつかってくるんだぜ。無人島みたいなところだぜ。とりあえず向こう側に行ってみよう。足場が崩れてきた。落ちたんだぜ。素早く行かなくちゃいけないんだね。行けー、ゴール。疲れたから交代。急に真っ暗なんだぜ。歩きスマホ関係なく危ないね。おっとだぜ。ゴールしたんだぜ。今度は道が動いてる。でもこれは意外と簡単そうだぜ。おお、いいねいいね。何か降ってきた。おっと、危ないんだぜ。意外とすんなりいけたね。なんだか難しそうだぜ。うわー、危ないよ。落ちるところだったぜ。なんとかゴールだぜ。また無人島だ。これはターコの見て習ったんだぜ。一気に行くんだぜ。おっと、バナナもあったんだぜ。いけいけー、ゴールだぜ。なんか滑るんだぜ。これじゃあ滑りスマホだよ。あ、転んだんだぜ。転びはするんだね。スマホを拾ってぶつからないように行くんだぜ。ゴールだぜ。またクマ出てきた。ぶつかる前にゴールまで行くんだぜ。あー、クマ落ちていった。これで安心なんだぜ。だんだん慣れてきたんだぜ。落ちたんだぜ。動く床に乗ったら無駄に動かない方がいいんだぜ。お、いいねいいね。バナナの皮が降ってきてる。バナナ食べ過ぎなんだぜ。 あ、バナナの皮に飛ばされた。バナナの皮強いんだぜ。また滑るやつだぜ。しかもボールまで降ってきた。なかなか手強そうだぜ。ここはボールにぶつかっても耐えるんだぜ。おお、立て直したね。あとは氷との距離を絶妙に保って進んでいくんだぜ。なんかすごいプロっぽい。なんとかクリアだぜ。また真っ暗なの来たね。今のオイラならいけそうなんだぜ。お、すごい。クリアだぜ。いきなりぶつかったね。これは初見じゃ無理なんだぜ。どうやって避ければいいんだぜ。あー、また落ちちゃう。なんとか耐えたんだぜ。すごい体勢だったね。新しい感じのステージだね。ここの間をダメだったんだぜ。なんか酔っ払ってるみたい。あれ、お尻に穴開いてない？開いてるんだぜ。スマホに夢中で気づいてないのかな。今日は疲れたからここまでにするんだぜ。やっぱしバッチし決まったぜ。はっきり言って面白いね。ネオスキッズ TV。 最後お尻に穴開いてたのは笑えたね。あんなのは恥ずかしすぎるんだぜ。歩きスマホには要注意だね。今日のゲームはこれだよ。歩きスマホは危険だぜ。みんなは歩きスマホなんか絶対にしちゃダメだからね。スマホを使うときは止まって邪魔にならないところで使うんだぜ。ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいい。